アサヒビールが直営する期間限定のバーが銀座に開店するのを前に9日、フィギュアスケートの高橋大輔選手が終身名誉店長に就任しました。開店するのはアサヒスーパードライエクストラコールドバー東京。アサヒスーパードライを0度以下まで冷やして飲めるのが特徴です。いや、もちろんやっぱりこのエクストラコールドの喉越しとすっきりとした味っていうところがやっぱり人気の秘訣だとは思うんですけれども、まあ、このやっぱりこのエクストラコールドバーはこのクールな雰囲気っていうのもありますし、また立って飲むっていうそのいつもと違う飲み方っていうのもできるのもそういう秘訣なんじゃないかなっていうふうに感じます。まあ、そっちに行けるかどうかわからないですけど、もうやるだけなので、まあ、そっちに行ってメダル取ってエクストラコールド飲んですっきりスカッと終わりたいなっていうふうな理想はあります。この日はまた PR 大使に選ばれた元バドミントン代表の塩田玲子さんも応援に駆けつけました。いや、もう本当に冷たくて、であとその泡がクリーミーっていうのと本当に飲みやすいんですよね。なのであとタンブラーの大きさも285ミリっていう新しく少し小さめなタンブラーが出て、女性でも気軽に楽しめるものだと思います。アサヒスーパードライエクストラコールドバー東京は10日から9月30日までの期間限定営業で、銀座のほか大阪や名古屋など全国8カ所で展開するということです。